僕の声君に届けよう、ララララさあ歌うんだ。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課ほか各社の提供でお送りします。おかえり、今日は何して遊ぼうか、空にはお日様、僕らのことを待っている。繰り返す。2017年4月30日日曜日、観光情報番組読谷ラジオ、本日のナビゲーターは、山内はじめ、はじめちゃんでございます。よろしくお願いします。ゴールデンウィーク、2日目ですね。初日皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。まあね、初日ということでですね、まあ、結構いろんなところを回られたりする方多かったんじゃないでしょうか。イベントごとはですね、もう、まあ、土日ということもあって、いっぱい沖縄県ねございますよ。でここ読谷村にでも もですね、さまざまなイベント、ゴールデンウィーク期間中開催されておりますので、その情報今日もお届けしようかなと思います。でですね、まあ、沖縄県といえば長寿の国というふう、長寿の県と言われていますが、ね、その一方でですね、やっぱり肥満とか運動系がちょっと、苦手ということを言われがちでもあります。ですがですね、この失礼しました、読谷村結構このスポーツ施設っていうのがね多いんですよ。いくつぐらいあるかというと、だいたい9つぐらい大きくあるんですが、残波岬ボールパーク、読谷平和の森球場、読谷村陸上競技場で運動広場、多目的広場、読谷村体育センター、まあ、残波岬テニスコート、読谷村テニスコート、あと健康増進センターという形ですね。まあ、大きく分けて9つぐらいこの運動をする場所っていうのはあるんですね。なので、まあ、ゴールデンウィーク期間を利用してですね、普段運動できないっていう方がですね、結構こういう機会を用いて、運動をされる時間になるんじゃないかなと思います。でですね、この本日このなんでこういう話をしているかというのはですね、残波岬のですねボールパークで駅伝があるんですよね。本日、残波駅伝ということで、ね、これがですね、もう参加チームも150チーム近く参加する大きなイベントとなっております。ぜひね、観光客の皆さん、なかなかね駅伝を間近で見る機会がないという方も多いかと思いますのですね、残波岬さんでですねの方でですね、ちょっとやってますので、いかがでしょうか。私ども FM 読谷も生中継しますよ。ちょっとねインタビューとかされたりするかもしれませんので、ぜひねお越しください、ね、また人数がねちょっと多いので、150チーム近く参加するということなので、もうなかなか読谷祭りにもまあ匹敵はしないですけど読谷祭りみたいな形でですね、ちょっとね村民の人は大事にしているイベントでございますね。今年で14回ですか、14回、本日9時20分からですね、この後開会式ということですので、まだ、間に合いますのでですね、スタートがですね午前10時ということですので、ぜひ皆さんお越しくださいませ。
それでは本日のドライビングナンバーをお届けしたいと思います。倖田來未さんで小さな恋の歌。広い宇宙の数ある一つ、青い地球の広い世界で、小さな恋の思いは届く、小さな島のあなた。
本日の、お天気概況を お届けしようと思います。本日、4月30日、沖縄本島地方では、5月1日にかけて、空気が乾燥する見込みです。昨日から乾燥が続いているみたいですね。火の元、火の取り扱いに注意してください。で、沖縄地方は高気圧に覆われて晴れています。本日の予報ですが、南東の風晴れ、波は 1メートル、降水確率も本日もゼロですね。日中の最高気温が25度となっております。本日もですね、ゴールデンウィーク爽やかな一日が過ごせそうですよね。またね、先ほどお伝えした残波の駅伝がございますので、とてもいい雰囲気に、気温ですね、環境になっていると思いますのでね、本日は過ごしやすい一日、ね、ランナーの皆さんにとってはもうちょっと風が欲しいかなっていうところですかね。さて、本日のですねクイズを、ここで言っときましょうかね。本日の沖縄知っとこクイズ、本日ですね4月30日、サッカー J3 の FC 琉球の試合が行われます。県総合運動公園ですね、運動そちらの方で行われるんですが、そこで、FC 琉球の選手の中に読谷村出身のディフェンダーの方がいらっしゃるんですね。そちらの方のお名前をお答えいただきたいと思います。まあちょっとね、お名前なので3択にしようかなと思っております。まあ1番比嘉雅也、2番、石川達也、3番山内達郎。さあどれでしょうかね。答えが分かったという方、ぜひメールで、応募ください。FM786 @fmyomitan.co.jp、 もう一度言いましょうね。 FM786 @fmyomitan.co.jp でございます、ね、本日サッカー J3 の FC 琉球の試合、その FC 琉球の中にいます、孫出身のディフェンダーといえば、1番比嘉雅也、2番石川達也、3番山内達郎。さあどれでしょうかね。皆さん答えが分かったらメールご応募ください。またメッセージもお待ちしてますので、どしどしご応募ください。
読みた？何でも調査団。読谷なんでも調査団、どこにでもあるでもそこにしかない読谷ラジオから始まる発見と触れ合い、触れ合いあなたの知らないの枠を広げる読谷なんでも調査団のコーナーでございます。本日ご紹介するのは、イラミナにございますベーカリー&カフェポットさんでございます。今回インタビューしてきたのはですね、ナビゲーターの赤嶺かなえでちゃんでございます。ね、ぜひ皆さん、ちょっと聞いてみましょうかね。では早速お届けしたいと、思います。どうぞ。私は今日、読谷村にありますパン屋さんにお邪魔しております。それでは自己紹介をお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お願いします。社会福祉法人、解放福祉会、職業指導員をしております白戸康弘と申します。よろしくお願いします。お願いします。はい、自己紹介お願いします。ベーカリー&カフェポットでお仕事を頑張っています元石弘和です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあお二人から、こちらポットさんの、ね、お話聞いていきたいなと思うんですけれども、こちらどのようなお店かお伺いしてもいいですか？こちらでですね、ポットでは、障害をお持ちになっている方々の収容場所としてパン製造、キッチン業務、フロア業務に分かれて毎日一生懸命お仕事をして頑張っております。はい、ということでみんなで協力して頑張っているということですね。そのこのポットさんはパン屋さんということなんですけれども、そのパンの、まあ人気のパンだったりとか、もしお好きなパンがあればご紹介をお願いいたします。はいポットの人気のパンはメロンパンです。私はタイモとタコスボールパンが好きです。はい、ありがとうございます。もういろいろな種類のパンがあるポットさんなんですけれども、その場所や営業時間お伺いしても大丈夫ですか？はい、はい、ポットは、読谷高校近くにあり、朝7時から夜8時まで営業しております。定休日は祝日と、年末年始ですね。それとお問い合わせは、098-989-7541 までご連絡ください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは最後にこちらをお聞きの皆さんに一言いただきたいと思います。はい、お願いします。朝早くから美味しいパンをみんなで作っています。皆さんポットに来てくださいね。お待ちしております。はい、ということでありがとうございました。それでは今日はですね、シャドウさんと、元石さんから、はい、お声いただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、バイバイ。はい、お届けしたのはイラミナにございますベーカリー&あベーカリーカフェカリーカフェ、ポットさんですね。ポットさん、7時から8時まで空いてるパン屋さんということで、結構営業時間長いんですね。でまたあのチラシ、冊子の方を今見てるんですけど、7時から10時はモーニングがあるということで、ドリンクとサラダ付きで550円だそうですよ。ね、まだモーニングの間に合いますよね。なのでぜひお近く通ってる観光客の皆さん寄ってみてはいかがでしょうか。メニューはですね、なんか厚切りトーストセット、あとフレンチトーストセット以外にもちょっとまたあるみたいですけど、ちょっと写真見てる限り美味しいですね。これ食べて朝から食べるとね、やっぱりねパンが好きな人はちょっとテンション上がるメニューになってるんじゃないですかね。でまた11時以降はランチタイム、11時から午後3時まで、ドリンク、サラダ、デザート付きで1000円、
またね、トマトクリームパスタとか白身魚レモンクリームソースプレー、あーいいですね。ちょっとね、洋食系のっていう形になんですかね。結構トマトクリームパスタ美味しそうですね。やっぱりパンは食べ放題、あランチタイムはパンは食べ放題みたいですね。いいなぁ。まあ、あとスイート、あスイーツですね、スイーツも、500円で販売しているということなので、ぜひね、観光客の皆さんおすすめです。こちら赤嶺かなえがね、おすすめしているベーカリー&カフェポットさん、なかなかおしゃれな店内ですよ。でね、冒頭インタビューの中にもあったなんか障害をねちょっとお持ちの 方が、作ったり、っていうことを してるんですが、まあそういう地域の、貢献をされてるパン屋さんにもなっていますので、ぜひね地域でそういう形に取り組んでるベーカリー&カフェポットさんをよろしくお願いします。営業時間もう一回言いましょうね。朝の7時から、夜の8時まで、7時から10時はモーニングタイムとでなっております。で11時から3時が、ランチタイムですね。お問い合わせの電話番号も言いましょうね。098-989-7541、58号線からですとですね、ニューラッキーランドリーさん手前に、信号ですねを左折していくと左手側に見えますね。で逆に名護方面から来られる方は、そのままイラミナ交差点を右折していただいて、読谷高校前の、定時路を左、丸大さんの手前ですねを入っていただければ、右側に見えてくるということですので、ぜひよろしく。建物はですね、結構新しい建物になってます、駐車場も完備されて、ありますので、ぜひお越しくださいませ。それでは、ここで、一曲お届けしたいと思います。読谷村に関する曲でございますよ。ユンタンザンベニーモオンド、玉木貞子さんです。ではどうぞ。
はい、お届けしたのは玉木貞子さんでユンタンザベニーモオンドでございました。最近ね、私民謡を聞く機会が増えました。なぜかというとですね、1回目の放送でですね、私が単独で1回目の放送の時に三線を購入したということでですね、今勉強中でございます。今ね、練習しているのは浅戸屋ユンタという呼ばれる、メジャーな沖縄の、民謡、三線民謡という形ですね。これちょっと練習をしながらいつかね、この番組で披露したいなと思ってますよ。観光情報番組読谷ラジオ、本日ナビゲーターは、はじめちゃんでございます。さて、4月の30日、考えたら今日でゴールデンウィーク入ってますけど、4月は終わりですね。こういう形で4月が終わるのかというのはちょっとね、あれなんですけど、いつもねゴールデンウィークのこの4月30日はね、日ってなんか軽視されがちな最終日なのかなって僕個人的には思いますけどね。さて、このコーナーでは、イベント情報をお届けしようかなと思っておりますよ。昨日からねゴールデンウィーク入ったということで、ゴールデンウィークの情報をメインにお届けしておりますが、冒頭でねお話ししたように、本日残波岬では、沖縄ランナーズクラブ残波岬駅伝大会が、開催されております。もう開会式が、今始まっているところですかね。
この後10時から、スタートということです。すごいですね。競技部門とエンジョイ部門というのがあるみたいなんですけど、競技部門は1チーム9名で、2人以上は女子の方なんですかねが必要ということで、すごいですね。またね、各区間にね年齢別ということで、第1走者は男子の35歳以上、第2走者は、女子、一般女子という形でですね、区切られているということでね。第9走者は、60歳以上の男子の方ということでですね、ぜひね、まあ楽しむことが一番ですので、ぜひ無理をなさらずにね、ランナーの方々お気をつけください。でまたね、それを励ます声援っていうのもですね、やっぱりランナーの皆さんには心勇気が与えられるものでありますので、ぜひね観光客の皆さん、残波岬、お立ち寄りする予定の方はですね、ぜひこのランナーの皆さんにねお声掛けしてあげてください。よろしくお願いします。でその他にもですね、まあ、残波岬さんではで、いろいろマリンスポーツ関係が多く取り扱っておりますよ。ウミンチが案内するグラスボート、ドラゴンボート、マリンジェット、スーパーマーブル、水上スキー、ウェイクボード、アクアバイクからスタンドアップバトルボード、カヌーとかもございますよ。でですね、私一番ちょっと気になってるのがフライボード。これね、勢いよく空中に上がる爽快感がやみつきにということで、足元からですね水圧で浮上していくやつですね。あれ一度ね僕も体験してみたいんですよ。これ、まあ年齢制限があるみたいで、16歳以上の方、140センチ以上、体重40キロ以上ということなんですが、まあ私はね満たしてるので、ぜひねこれ一度体験してみたいな。この夏ねちょっと機械作っていこうかなって思いますね。本当に海と空を360度体感。なかなか海と空をですね、もう見渡す限り海っていうのはありますけど、やっぱりね陸の上から見るので、これをまあ足元からもね、もう空周りを見渡しても空と海だけっていうのはね、なかなかない。特にねまだ空中ですんで、空中から見る海っていうのはね結構体験できない、日常的にはですね。なのでそういう意味ではもう貴重な体験ができるコースになってるのかなと思いますよ。でその他にもですね、おっと資料が用意していたのがすみませんね、ちょっと探しましょうかね。ここにあったかな。あ、こちらですね。ホテル日光アリビラさん、昨日もですね、五感で楽しむアリビラパティオフェスティバルというのが開催してますよということを、ご紹介したんですが、まあアリビラさんもですね、このカヤックとかシュノーケルで、あとビーチフラッグスの大会がですね5月5日から7日まで、これは、ご宿泊のお客様ですね。あとまたキッズセーリングっていうのがありますね。これもまた子供たちが、大型カタマランヨットに乗ってクルー体験ということでですね、セーリングを合わせたりも船の仕組みを学ぶということですね。
まあね、あの5連休を利用しての自由研究みたいなのにも役立ってるんじゃないですかね。またあの子どもたちがね楽しむということがね、できますので、ぜひね、ファミリー連れの観光客の皆さんいかがでしょうか。他にもですね、お父さんにおすすめの、ものがありますよ。まあ、前日予約が必要ということなんですが、このホテルニッコアリビラさんでですね、お父さんのお寿司屋さん、すごいですね、お父さんが寿司板前修行に挑戦で、30分後にはお寿司屋さんに扮してご家族に握る寿司を振る舞いますとこれ面白いですよね。なかなかね、お仕事でお父さんというのは立場はお子さんの方と向き合う機会がなかったりね、ちょっとする機会のがあるかと思うんですが、これね、普段何ですか、できない家族サービスっていうのができるんじゃないでしょうか。ぜひね、お問い合わせしてホテルニッコアリビラさんまで、お問い合わせいただきたいなと思います。ね、また子どもたちにもですね、パティシエとかランチ体験という形のものもございますので、ぜひ、お楽しみくださいということですね。で、あと一つご紹介したかったのがあってですね、ごめんなさいね、段取り悪いなと思いますですけどね、ちょっと資料が見当たらない大変申し訳ございません。ちょっとね、覚えてるのをちょっとまたご紹介したいと、残波岬、また残波岬に戻ってしまうんですけど、琉球忍者、こちらですね、残波岬のふれあい広場内にある、施設なんですけど、これだ見つかりました、レキオスシアターですねにあるんですけど、オープン1周年記念ということで、ゴールデンウィークは忍者体験をしようということでですね、イベントやってますよ。手裏剣に吹き矢、忍者とチャンバラまで、最終日は忍者コスプレ大会もあるよということでですね、4月の27日から開催されているんですが、5月の6日までやっております。お問い合わせ先に行きましょうかね、958-6852、レキオスシアターインザンパまで、お問い合わせいただきたいと思いますね。琉球忍者、忍者の体験を沖縄でできるっていうのもね、また魅力ですよね。新たな魅力になると思います。で、こちらレキオスシアターではですね、公演も、この忍者ショーというのもやっております。本日30日もやってますね。19時開場、19時15分開演となっております。で、公演はですね、金土日とあるようなので、今度の開催は金曜日、5月5日金曜日になってしまいますので、この忍者ショー本日夜ね、7時からありますので、ぜひ皆さん行ってみてください。私もね、ちょっとまだ行けてないんですけど、何か観客の方も参加できる忍者ショーとなっているみたいですので、ぜひ観客の皆さんの判断でストーリーが変わっていくらしいですよ。ぜひね、言葉が詰まってしまいましたね。ぜひ皆さんお楽しみにしてから、レキオスシアター行ってみてはいかがでしょうか。
ではここでメールが届いていました。でこれちょっとあの昨日のメールなんですよね。ちょっとあの放送内ではちょっと受信できなかったみたいで、ちょっと本日読ませていただきます。はちめさんおはようございます。ラジオネームなおです。なおさんありがとうございます。一度ね、お会いしてますよね。はじめさんの日にメールを出すのは初めてですね。これからもよろしくお願いします。今日もお仕事しながら聞いています。それではお時間まで頑張ってくださいということで、ありがとうございます。なおさん、これね昨日のメールなので今日はお仕事なのかな。頑張りますよ私。あね、それとなおさんで思い出しました。なおさんね、一度しか僕お会いしてなかったんですけど、ね、あの今年バレンタインをいただいてですね、もう本当にね優しい女性ですよ。ありがとうございますね。なおさん、ホワイトデーのお返しご用意してますので、お時間あれば事務所の方までお越しいただければと思いますのでね、よろしくお願いします。さてあと1通来てましたが、はい、こちらですね。愛知県から、愛知県からといえばこの方ですね。ラジオネーム新次小林、ありがとうございますね。実はちょっとね、昨日もちょっと新次小林さん、送っていただいてたんですが、ちょっとね読めなくて申し訳なかった。今日読みますのでね。はじめちゃんおはようございます。今日の名古屋は良い天気だよ。気温も沖縄と同じ25度まで上がるって。いや、あら、そうなんだ。今年のゴールデンウィークは珍しくカレンダー通りなんだよね。ちょっと有給を取りすぎて残り少なくなっちゃった明日明後日は出勤して5連休します。5連休いいですね。でも一匹大狼なのでどこにも出かけませんので、ね、もったいないですね。はじめちゃん休めるの？なんとか休みますよさて今日のクイズは、答え石川達也であってほしい2番目の石川達也ということで、はじめちゃん愉快な日曜日をお過ごしくださいね。ああ、そうですか。本日のねクイズ、石川達也みたいですよ。本当ですかねではそれでは CM です。メンソーレンタカーラジオドライブマップご案内します。メンソーレンタカーラジオドライブマップ、このコーナーは沖縄県レンタカー協会参助会員の FM 読谷が
ドライブマップを活用し、さまざまな情報をラジオでお届けするコーナー、ラジオドライブマップのコーナーでございます。さて、観光客の方、レンタカーお借りしましたよね。その際に沖縄県レンタカー協会レンタカー沖縄のドライブマップというのが入ってませんか？ダッシュボードにしまってませんか？こちらですね、どん使っていただきたい。なぜかというと、お得なクーポンがついていたり、あるいは各地域エリアのね、エリアのですね、交通ルートなど、あるいは、観光地の、紹介というのがなされております。ね、中にはね、ちょっと一言という形で、沖縄方言のことをウチナーグチと言いますとか、ね、沖縄方言の特徴とかもちょっと書かれてたりしますよ。ね、ちょっと一言の中で、ね、焼きそば、沖縄そばの麺を使い、味付けはケチャップ、これはまるでナポリタン、お店によってはソースとケチャップ、どちらにしますと聞かれることもあるということで ね、これ沖縄あるあるだと思いますね。ぜひ活用してみてください、ね、22ページには FM 読谷の、おすすめ書かれてますので、ぜひ一度ご覧くださいと一度ご覧くださいませ。はい、以上ドライビングマップコーナーでした。観光情報番組読谷ラジオ、本日ナビゲーターを務めさせていただきました、はじめちゃんでした。なかなか慣れないですね。今日でね、私3回目の放送になるんですが、やっぱり緊張しますね。また明日も私担当になっておりますので、ぜひ、皆さんメッセージの方お寄せいただければなと。応援メッセージでも構いませんよ、全然お願いしますね私どもの、スタッフが、今もうそろそろ惨敗駅伝の中継に入ってパタパタしてると思いますので、ね、私もこの後ちょっと向かいますが、ぜひね、会場で、あったら声をかけていただきたいなと思います。で、またゴールデンウィーク期間中ですね、いろいろ各地イベントやってて、いろいろ出かけられる機会が増えると思いますが、ね、車での事故っていうのが、ね、ないようにぜひお気をつけください。またね、駐車場内がね、結構8割ぐらいこの事故の、まあ、箇所というか、ね、事故をする場所ということで上がってるみたいなのでですね、ぜひ皆さん駐車場内での、ね、事故お気をつけくださいませ。それでは、本日のクイズの答えをいきましょうかね、ね、さっきね、新人小林さんからは2番の石川達也ということですが、小林さん残念。結構ね、イージー問題だったと僕の中では思ってるんですがではもう一度、本日のね、本日4月30日サッカー J3 の FC 琉球の試合が行われます、FC 琉球で、村出身の読谷村出身のディフェンダーといえばという、1番比嘉雅也、2番石川達也、3番山内達郎さんね、もうお分かりですね。最後さん付けしましたね、私、答えは3番の山内達郎さんでございます。山内達郎さん若いですよ、23歳。いやー、
FC 琉球に入って2年目の攻撃型右サイドバックという、ぜひね、まあ、こういう方々が読谷村にはいるんだぞっていうね PR をしながらご自身の活躍につなげていっていただきたいなと思います。もうこういう意味ではですね、今回の FC 琉球の試合っていうのもね、また、応援団連れて村内から行きますのでね、ぜひ頑張っていただきたいと思います、ね、では本日の答えは3番の山内達郎さんでございます。ちなみに1番2番は、うちのね、ナビゲーターですよ比嘉雅也、石川達也、私以外にもね、3人ですね、ナビゲーターを務めさせていただいているこの番組ですが、ね、他のメンバーの方の名前でしたよ簡単だったかなと思いますけど、ね、よく、ね、聞いていただける方で、もうね、新人小林さんも石川達也であってほしい、ね、石川達也いじられキャラの石川達也でございますが、皆さんもよろしくお願いしますね。はい、それでは本日の観光情報番組残り2分少々となってしまいましたが、さまざまなイベント開催しているゴールデンウィーク期間中、皆様の、健康を事故がないことを祈願してですね、また明日お会いしたいと思いますよ。この番組は読谷村商工観光課他各社の提供でお送りしました。また最後までお付き合いいただいたね、リスナーの皆様ありがとうございました。こういう中でですね、メッセージいただけるのも本当に嬉しいので、ぜひまたメッセージお寄せいただきたいなと思いますね。あとね、私ちょっとね、先ほど、声が切れてたかもしれないのでもう一度言いたいんですけど、ちょっとね三振の練習をしていますので、ぜひね一度この番組の中で聞きたいなというふうにちょっと要望しています。こういうふうにね生放送で言っておけば、やらざるを得なくなるのでね、私は自分自らプレッシャーをかけておりますが、ぜひね皆さんにお届けする機会が早く来るように願っていてほしいです。では本日はこれまで、また明日お会いしましょう。バイバーイ。